冒頭2件です。閣議の概要でありますけれども、一般案件14件、法律案政令人事決定されました。大臣発言として井上大臣及び文部科学大臣から、科学技術イノベーション基本計画について、復興大臣から福島復興再生基本方針についてそれぞれご発言がありました。また閣僚懇談会においては、菅総理大臣から内閣提出法律案および条約の誤り事案再発防止に向けて、環境大臣から政府における熱中症対策行動計画の策定についてそれぞれご発言がありました。また国土交通大臣から地域観光事業支援について、農林水産大臣から GoTo イート事業についてそれぞれが発言がありました。具体的に申し上げますと、国土交通大臣からは、全国知事会の緊急提言などを踏まえ、ステージ2相当以下である都道府県が、同一県内での旅行への割引支援とクーポン等で、土産物店、飲食店、公共交通機関などの地域の産業に裨益する支援を実施する場合に、国が財政的に支援をしていくこと、農林水産大臣からは、GoTo イート事業について、第3次補正予算で確保されている追加予算も、地方からの要望に十分応えられるものとなっているので、引き続き都道府県において、各地域の感染状況などを踏まえた判断に基づき、感染対策を講じながら事業を実施していただきたいことについて発言がありました。なお、地域経済に対して申し上げますと、各都道府県が実施する旅行割引に対する支援約3000億円等に加え、第3次補正予算で措置した地方創生臨時交付金の地方単独事業分については、約7000億円が繰り越されていることから、今後合わせて約1兆円が執行されていくこととなります。これらにより地域経済の活性化を強力的に支援していきたいと考えております。また、今月2件目でありますが、今月9日の閣僚懇談会において、総理からグリーン社会の実現に向けて分野横断的に議論を行うため、新たな有識者会議を設置し開催することについて表明がありました。これを受け、地球温暖化対策推進本部のもとに、気候変動対策推進のための有識者会議を設置し、その初会合を来週の31日に開催することを予定しております。会議の出席者については、お手元にお配りをしているところでありますが、気候変動対策に関する各分野の専門家や産業界の有識者にご参加いただき、分野横断的に幅広くご議論いただきたいと考えております。また政府側からは総理ほか関係の国務大臣が参加する予定となっております。以上です。共同通信の笠井です。法案のミスについてお伺いします。長官は昨日の議運理事会で原因究明と再発防止のため省庁横断の PT を新設する意向を表明しました。本日午後時間連絡会議もございますが、どのように再発防止を進めていくかについてお聞きします。政府としてご審議をお願いしている法律案及び条約について誤りがあり、特に条文に誤りがあることを極めて遺憾であり、心からお詫びを申し上げるところであります。今般の事案を重く受け止め、本日の閣僚懇において先ほど申し上げましたように、菅総理から原因究明と再発防止策の検討、政府一丸となって行うべく各市大臣への指示が出されたところであります。また本日時間連絡会議が開かれることになっております。私から各府省次官に対し、改めて原因究明と再発防止について指示をするとともに、省庁横断のプロジェクトチームを立ち上げ、実際に法令の実案作業や文書審査業務を行う各府省庁の実務担当者などの現場の視点も踏まえ、内閣法制局や国をはじめ、関係機関、印刷局なんかも入ると思いますが、とも緊密に連携をしながら、実効性のある再発防止策をしっかりと議論していきたいと思っておりまして、そういった中では、再発防止については、いわゆる複層的チェック体制の充実、責任の明確化、ノウハウの蓄積、周知徹底、余裕を持ったスケジュール管理など、これまでの取り組みを地道に確認、実施していくことは当然でありますが、単に現場の負荷を増やすということだけではなくて、デジタル ICT 技術を積極的に活用して、業務フローそのものを見直していくという観点に立った検討を行っていく必要があると考えております。関連でテレビ朝日の大石です。その再発防止策などの取りまとめはいつ頃を目指されるのでしょうか。また取りまとめられた後に国会で再度報告されるお考えなどあるのでしょうか。今申し上げましたように、プロジェクトチームを立ち上げて、省庁横断的に根本的な原因に遡って、実効性のある再発防止策を検討していく必要があります。現時点で具体的な時期を申し上げることは難しいと思いますが、できるだけ早く検討し、取りまとめを行いたいと考えております。
まあ、国会の対応はまた国会でお決めになったことに対して政府としては誠実に対応していきたいと考えています。西川七日市冒頭発言について伺います。こちらの有識者会議なんですけれども、こちらの会議の方で2030年の削減目標も議論されていくんでしょうか。また来月の気候変動サミットまでに一定の方針を示す見通しでしょうか。まず今回の会議については2011月の COP26 をはじめとする一連の国際会議等が予定されていることを踏まえ、グリーン社会の実現に向け気候変動対策を分野横断的に議論していただきたいというのが趣旨であります。で、2030年の削減目標についてはすでに総理から本年11月の COP26 に向けて野心的な目標を決定したいとの考え方を示しておりますが、その目標を決定する時期については未定であります。一連の国際会議に向けて政府として対応方針を検討する中で、削減目標を国際社会に示す時期についても当然議論していかなければならないと考えております。で、地球温暖化対策推奨に基づく地球温暖化対策計画、また今お話の2030年の削減目標など気候変動に関する我が国の重要政策の決定については、これまでも申し上げておりますが、全閣僚メンバーとする地球温暖化対策推進本部や閣議において内閣総理大臣の下で決定するということになります。フジテレビの杉山です。話題変わります。土地法案に関してお伺いします。安全保障上重要な土地の買収を制限するための土地利用規制法案が閣議決定されたと思います。これ与党内でもさまざま調整が難航していたものだと思いますが、この法案の意義について改めてお願いします。本法案においては防衛関係施設、海上保安庁の施設、重要インフラ施設、国境離島等のうち施設や国境離島の特性やそれらの所在する地域の状況を踏まえ、安全保障等の観点から必要性が認められる区域を指定し、土地の利用状況の調査を行い、必要な場合には規制等を実施するとこういう枠組みになっております。与党では法目的と規制手段の合理性、法の対象となる土地の範囲に関する考え方について、精力的にご検討いただき、政府与党の調整を丁寧に行い、本日の閣議決定に至ったところであります。本法案は安全保障の観点から防衛関係施設等の機能を阻害する行為を防止するための、これは重要な法案でありますので、国会においてご審議の上成立いただけるよう政府としては全力で取り組んでいただきたいと思います。他についてありますので最後でお願いします。朝日新聞の中田と申します。新型コロナウイルスについてお伺いします。菅首相は再拡大防止対策の第一の柱に飲食の対策を掲げています。政府分科会はですね、リバウンド防止策として飲食店のガイドライン遵守状況を評価し認定する制度の構築を政府に求めていますが、対応状況を聞かせてください。まず営業時間の短縮要請については、おおむね9割以上の飲食店のご協力をいただいており感謝申し上げたいと思います。飲食店の皆さんにはアクリル板の導入、換気の徹底、手指消毒の徹底などのガイドラインに沿った取り組みの徹底を改めてお願いしたいと考えております。で、その費用は持続化補助金や高機能換気設備の導入補助金でカバーされておりますので、それをご活用いただきたいと思います。なお、ガイドラインの遵守を徹底していただくために、厚生労働省所管団体や自治体ではそれぞれの認証マークを含めた認証制度を構築、運用しており、またその他の業界団体においても認証制度の構築の検討を働きかけていきたいと考えております。加えて厚生労働省所管団体、農林水産省及び自治体において、飲食店におけるガイドライン遵守徹底のための巡回調査等を実施しているところであります。で、農林水産省ではこうした対策徹底するため、 GoTo イート事業に参加している飲食店に対するガイドライン遵守のための抜き打ち訪問調査を、本年1月に緊急事態宣言を発出した11都府県のフードコートチェーンを中心に1月末から実施をし、これまで約750店舗に調査を行い、また必要な改善策の指導がなされているものと承知をしております。